鉱山寺は愛知県岡崎市六区町にある天台宗の寺院。戦国時代に岡崎城鬼門の仕事して建てられた。高山寺本堂の東側にある秋葉堂入口鉱山八万宮の奉能手筒花火、京六三年、松平清康は安城より薬師堂とその六棒を岡崎城鬼門の仕事してこの地に移した。その後、松平広忠は、 このないことを憂い、宝来寺の薬師さんに祈願して、天文十一年十二月二十六日、男子を授かった。広忠はこれを機に、ここを松平家の祈願書と定め、天文十三年、和田村保生寺の六坊を移転し、新たに五魔を金流し、東山の総本山とした。これが創建の年とされる。慶長八年三月、徳川家康は本堂を再建し、 同年8月18日、主因地250国を寄付した。元禄15年から元禄16年にかけて、徳川綱吉が本堂を再建した。これに伴い、諸大名が、不動に同時、十二天立像を寄進した。本堂は、桁行き五軒、張間五軒、三河原武器の全州様式である。江戸時代は東遠坊、東縁房、抵抗房、密消防、多方房、極楽房、 家造坊の六坊となり、江戸の寛永寺の末寺となった。延響元年、高山寺一山の多方坊の一角に道具が建立。明治12年、この道具は極楽坊境内に移転建立され、現在は秋葉道と呼ばれる。以下の物件が市の文化財に指定されている。ありがとうございます。